え職場の挨拶について質問の質問ですと、現在障害者枠で働いているのですが、私が挨拶をした際に上司を含め半数以上が挨拶を返してくれないことがあります。ふむふむ。小さな部署のため、無視をされた感じで疎外感を感じてしまいます。かっ上司に関しては、他の人に挨拶しますが私にはしない。機嫌がいいときはたまにする。かっこ閉じ。 気にしなければいいことなのですが、地味にダメージがあり、何かアドバイスをいただけますと幸いです。ああ、どう、どうですかね。これ、今日も私、あの、海園の秋葉原サテライトと秋葉原にいたんですけど、あの、訓練生と言ってますけど、就労移行支援の人とか生活訓練の人、本当に丁寧に挨拶してくれますよね。本当ありがとうございますって感じで。ただですね、私も結構仕事しながらなので、多分気づいていない挨拶後、 無数にこうスルーしていると思います。なので、あまり、あの、挨拶しないことに関して、やっぱり気にし、まあ気にするって書いてあるんですけど、気にしなくて全然いいと思いますね。みんな忙しいってことだと思います。で、他の人の挨拶には答えてるのに、自分のにはしてくれないっていうのは、いくつか理由が多分あって、えっ、ー、と、一つ目はですね、声が小さいとか、 あえー、があるんじゃなないいかなと思いますね声が大きい人はもうどうしようもないから、はってみて、あはい、はい、お疲れ様みたいなことがありますよね。えー、もし、なんか小さな声でされているんだったら、結構、あの、聞こえてないという、そもそものことがあって、機嫌がいい、悪いとはちょっと別の話かもしれません。えー、あるいは、あの、いわゆるタイミングのですね、相手が暇なそうな時に、あ、ここ,こであの挨拶したら、 えっと、やり取りしてくれるかな、みたいなのが、やっぱり測りづらい方が、まあ、発達障害傾向の方いるかもしれないので、まあ、声が小さいっていうのも、実は発達障害傾向の方あるかもしれないので、ちょっと特性上の理由で、周りの人にはうまく挨拶できてるの、してくれてるのに、自分にはしてくれないっていうのは、やっぱそういった、ちょっと、えっ、ー、と、事情もあるかなと思います。まあ、れに性を、あの、大して気にしなくていいと思います。はい。まあ、そもそも私があんまり挨拶しない人間なんで、 あと挨拶しないことに関して、そんなになんか自分に対してもプレッシャーをかけない、周りに対してもプレッシャーをかけない人間なんで、ですね、はいまあ、そういう人たちなんだなぐらいで終わりにし,していただけるといいかなと思います。<music>